今週のスポットライト今週のスポットライトは今週17位にランキングされています愛選手井上大輔さんがお客様でございます。いらっしゃいませ。しばらくでございました。あの曲はあの本当にアニメーションの機動戦士ガンダムのテーマソングで作曲もなすって歌ってらっしゃるというわけなんですけれども、あのご紹介あの申し上げます。でもあの古いお友達いたしますか、西田さんとは。はい、なんとなく、はい、なんとなくよく存じ上げて、はい、ブルーコメットのファンでしたから、はい、やはり芸能界が長いと皆さんお知り合いブルーコメッツのメンバーでいらっしゃいまして、ブルーコメッツはブルーシャットーでもってあのレコード大賞を取りになったんですね、はいはい、そしてその頃のお名前は井上忠夫さんでいらっしゃるんですけど、いつ頃から今の井上大輔さんにおなり。最近です。これはもうそろそろですね、ブルーコメッツから自分自身がね完全に独立してというとおかしいですが、それを吹っ切って新しい人生を歩みたいと思いましたので、今まであのニックネームだったんです、大輔っていうのは。それでそのニックネームにしちゃおうと、いうことにいたしました。あのブルーコメッツの時歌ってらしたのが岩崎さんの今歌ってらっしゃる歌なんでしょ。そうです、はい。地味な歌でね、すごくいい歌なんだけど地味な歌なんです、それをねあれだけ一生懸命歌っていただいて、でランクもすごく上がって、で感謝してます、そうですか。ところで今あなたは歌手としても素晴らしいし、ずっと歌ってらしたわけですけれども、はい、大変なヒット曲をたくさん今作ってらっしゃるけど、作曲はいつ頃から。作曲はブルーコメッツ入るちょっと前からジャズやってましたけども、ジャズの作曲やってまして、ブルーコメッツ入ってからそのいろんなロックとかそういった音楽の作曲を本格的に始めました。そうですか、はい。まあ、手掛けた作曲たくさんおありですけれども、フィンガー5の恋のダイヤル6700、はい、それからアグレスチャンさん、それから小柳ルミ子さんの曲、はい、そしてシャネルズの曲はこのベスト10に入りしたヒット曲は全部あなたがお作りになった。そうです、はい。で今日これから久しぶりにあなたには歌っていただくわけでございますけど、テレビに出てお歌いになるというのはどんなものでございますか。すごく照れくさいですね、やっぱり照れますよ、さっきね変なとこで階段の上の方からこの方が降りてらしたのね。久しぶりに来たでしょ TBS へ迷ったんですよ道に。でエレベーター何階だったか忘れまして一つ上行っちゃって絶対にね歌手の方がね降りてらっしゃらない階段か降りてらっしゃるか何事かと、皆さん、エレベーター降りたら景色が違うんですよね。なんかねなんか変だなって、とりあえず降りてみようと思って。皆さんご存知ですか、こちら横浜銀杯の皆さんですけど。知ってます。あ、そうですか、よく知ってます。あとはもう田原君もご存知ですか。はい、知ってます。ところであなたはいろんな肩書きをお持ちにもうサックスプレイヤー、それから作曲家、歌手、はい、それからプロデューサーもいらっしゃるんですけども、どんなことこれからおやりになりたい。全ての肩書きを完璧にやりたいんです。だからそのためにね、とりあえず作曲だけでも完璧にやらなきゃいけないと、いうことで、とりあえず作曲家の肩書きを持ちました。あ、そうですか、はい。じゃあ作曲家の方にもう全力を込めて今日ファンの方もたくさん聞いてらっしゃると思うので歌っていただきたいと思いますけれども、まあ、今夏休みなんで遅い時間までちっちゃなお子さんが起きてらっしゃるかもしれませんが、ね、あーガンダムの歌だって、ね、喜びになるかもしれませんですねさてそれでは井上大輔さんにお願いしましょう。愛選手です。別れ歌拾う骨も燃え尽きて濡れる肌も土に変える。荒野を走る死神の列黒く歪んで残る愛戦士たち荒野を走る死神の列黒く歪む